皆さんこんにちは。Do it yourself 自分で作ろうへようこそ。このビデオでは皆さんにこちらのリボンの作り方をご紹介します。こちらはプレゼントの上につけたり、蝶ネクタイとして使ったり、アイデア次第でいろいろな方法があります。ぜひ皆さんも試してみてください。今回用意するものは細い針金、両面テープ、綺麗なリボン、そしてハサミです。まずはリボンをハサミを使って約40センチの長さで切ってください。次に手で切ったリボンをこのように持ちます。これでビデオの最初にご紹介した形を作ります。次に針金を適当な長さに切って、今形を作ったリボンの真ん中にこのように巻きます。針金は緩めに巻いてもいいですし、皆さんのお好みで少しきつめに巻いてもいいです。皆さんのお好みで巻いてください。こちらは少しきつめに巻きました。それではまたリボンを切ります。そしてリボンの後ろに両面テープを貼ってください。そして両面テープを内側にして、先ほど巻いた針金の上にリボンを巻いて貼っていきます。こちらの余っているところはハサミで切ります。リボンは前から見るとこのようになります。それでは両側を斜めにこのように切ります。これで完成です。とても綺麗なリボンが完成しました。こちらはアイデア次第でいろいろな使い方があります。いかがでしたでしょうか。今回のビデオを気に入っていただけたら、ぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。